こんにちは。やっぱりね、言葉っていうのはその言葉の内容も大事なんですけども、それを誰が言ったんだよっていうふうに味付けることで影響力を持つ部分がありますよね。例えば私がね、名言を言うよりもその聖徳太子が言ったんだよって言った方が説得力があったりね。で、逆に歴史上の有名な人物が言ったってことよりも、いや、名もない人が言ったんだよって言った方が人の心をくすぐったりもするもんなんですよ。だからその組み合わせっていうのも、言葉を生かすも殺すも、人のモチベーションを上げるも下げるもテクニック次第なのかなと思うんですよね。そして嘘についてなんですけども、私もね、その嘘が百害あって一利なしとは思わないんですよ。やっぱりね、使い方なんですよね。例えばね、ある国がここは自分の土地ですよっていうふうにずっと言い続けたら、100年言い続けたら本当にその土地が自分のものになるみたいな、そんなね戦略もあるぐらいなんですけども、それはちょっといかがなもんかと思うんですが、やっぱりね、こういうふうなね、なんか YouTube でね、すごくの恋愛の実験があったんですよ。それは、いろんな実験をするんですけども、その中でものすごくね面白い実験だなと思ったのは、あるね30代の前半の女性がいるんですよ。で、その方に対してなんかね、毎日1回だけ結構イケメンの20代の男性が現れてキスをするみたいな話があるんですよね。で、それを5日間続けたらどうなるみたいなことをやったんですよ。そうしたら、その30代の女性は最初はね、なんかそのジャージ姿で髪もねあんまり整えてないような感じだったんですけども、1回キスをして、そしてびっくりしたんですよね。で、次の日も何時にキスが来ますよっていう風なのを予告されたら、その時間に合わせてちょっと身だしなみ整えたりしだしたんですよ。で、3日目にはちょっとね、こう香水を買ってきてつけましたとか言ったり、メイクもするようになってね。で、だんだん今日もキスされるんだと思うと、なんか人格がこう変わっていって、生活が変わっていって、なんか言葉遣いも変わったり、部屋の中片付けるようになったりとかして、その準備するようになるんですよね。で、5日目に、キスして、今日でプログラム終わりですって言って、最後お話しする時間を持ったらしいんですよ。そしたらその30代の女性は20代の男性に対して、自分はあなたのことが好きになってしまいましたみたいなこと、たった5日間ですよ、こんなことが起こるらしいんですよ。最初はこれは企画ですからっていうふうに申し添えて、これ恋愛とかなんとかじゃできませんから、ただキスをしたらどうなるかっていう実験なんで、お付き合いくださいって言ったら、最初はその女性はすごく抵抗があって、いや、できるかどうか分かんないし、途中でやめてもいいですかとか聞かれていて、で、途中でやめても全然 OK ですよ、無理だったらそこでやめてくださいねって形で始まったんですよ。これがね、もしかしたらやらせかもしれませんけども、私それを見てね、嘘でも本当でもこれね、最後まで見てみたいなと思ってずっと見たんですよね。そしたら5日目になんか女性の方がね、男性に、選ぶよ、なんか7つか8つ年下の男性だったみたいなんですけども、気持ちを伝えたみたいなことがありました。で、男性の方はどちらかというと、いろんな暮らしを送る中でそういうふうな依頼がある時だけキスをしに行くってことをやってたんで、別に気持ちは動かなかったらしいんですよ。完全に割り切っていて、それが終わったら別の暮らしを送ってますから。ただ女の子の方は、女性の方はそのキスをするっていう瞬間のために残りの時間があったっていうふうな捉え方だったみたいですよね。で、これこそまさに嘘から出た誠というかね、最初は単なる演技ですよって始まったのに、だんだんこう気持ちがデコレーションヒートアップしていったってことで、生活まで変わっていってしまったと。で、結局はそれね、ここで企画終わりですってなって、女の人はちょっと気持ちを伝えたんだけども、それはちょっとなしということで、追跡調査をね、1ヶ月後にしたら、なんかものすごくね、楽しく暮らしていて、今ものすごく異性とか出会いとかを意識してますみたいな感じで、積極的になんかその飲み会に行ったりとかね、友達の紹介で異性に会ったりとかするような暮らしを送れていたそうなんですよ。それですごく人生楽しかったです。本当に1ヶ月前2ヶ月前と自分が同じ自分だと思えないんですかね。部屋に帰ってきたら、誰が片付けたのこの部屋っていうふうにびっくりしたらしいんですよ。あ、私が片付けたんだみたいなね。そんなことがあったりとか、なんか知んないけどファッション関係の服を読むようになったりとかね。なんか恋愛にすごくね、こう目覚めてきたみたいなことを言ってましたね。で、周りの異性との、なんか対応も変わってきて、その女性がそういうことするもんだから、周りの男性もね、すごく恋愛目線で見るようになって、結構浮いた話とかもするようになりましたとか、それからもしかしたら付き合う人ができるかもしれないみたいな感じで、その番組は終わっていたんですよね。もうちょっとどこのね URL かもう全然わかんないんで、ちょっと URL をお届けできないんですけども、そういうことがあったってことですよね。
はい、そんな感じでね、嘘から出た誠も十分あるかなと思いますし、まあ、最初はね、そのフュージョンセミナーっていう話も出ましたけども、まあ、吉谷さんと組んで私も一人でやる時間も長かったんですけども、うん、私から見るとね、私は誰よりもバカですって言ったそのインパクトのある梅田さんのライブ放送のちょっとちょい役で出た人の吉谷さんっていう存在がなんかね妙に心に残っていて、で六本木ヒルズに、まあ、行ってもね、吉谷さんがいてカメラをこう構えていてね、あれスタッフ一人かみたいな感じで、でああこの人もヒルズ族なんだろうなって私は当時思ってたわけですよ。でその中でなんかいい感じの距離感だったのかなと私は思いますし、なんかお互いに印象にあったりとかね。で一回私の塾生さんで、その速稼塾始めて1年目だったと思いますけども、すぐに年収1000万になったやつがいて、じゃあそいつの話をしに行くってことでインタビュー対談させてもらいましたよね。あの時の印象もあってね、なんかわかんないけども吉田さんがそのね、会社を離れる時にそのあたりだったかな、まあ、吉田さんをずっとねリサーチしていきたいなっていうところからだったかなと思いますよね。まさにねすごくいいコンビだったと思います。あんまりね年齢も意識しないんですよね私の方は。でもやっぱりね負けてたまるかっていうところがあったり、逆にね吉谷さんに俺に負けないでほしいなっていうなんか妙な感じがしますね。なんかどっかで力尽きるんじゃないかなっていう不安はまあないんですけども、全然ね吉谷さんはずっとやるだろうなと思いますしね、私もずっとやるだろうなと思いますし、これ圧倒的なそこには信頼がありますよね。もう私があなたであなたが私でみたいな、そんなね小説が昔赤川二郎さんであったんですけども、まさにそんな感じで俺がやったらこうやるだろうみたいなね。例えば今も動画のやり取りポン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 起きてますけどもなんかねこの動画更新したらまあすぐ送られてくるんだろうなとかねでしばらくこっちが送り返さなくても送り返したらマークが送ってくるんだろうなみたいなね、妙な信頼関係ありますよね。他の方の動画のやり取りっていつ切れるか分かんないなっていう風な不安をもとにやってるわけですよ。しかも切れるんですよ全然ね1000話すら続かないんで、いや1000話すらっていうか100話すら続かなかったりしますんでね。だからね本当に YouTube やる気あんのかなとか、まあ、やる気ないんだろうなとかね、何なんだろうなと。ネットで稼ぎたいっていう人はネットが苦手であり続けるとかね、ネットを放棄してしまうとかね、じゃあ一体どこで稼ぐんだよって思っちゃいますけども、まあ人それぞれの人生ですよね。まあ、今回ね嘘の戦争っていう草薙さんのなんか銭の戦争っていう草薙さんのねドラマもありましたけども、あれも面白かったですよ。銭の戦争これもねおすすめです。それから牛島くんの話ですけども、あれなんかスニーカーとかファッションとか新しいの出たから欲しいみたいな携帯電話いっぱい持ってる人の話でしょあれもなんかねユニークで皮肉だったですよね。なんか薄く広くつながっててお前とそんな関係じゃねえしみたいな感じでバチ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 断られて、しまいには命も救われないみたいな。まあでもね牛島くんの話をするんだったら私はね闇金ドックスのパート5ですよ。あの中年のおっさんが認知症の母親を抱えてね世の中に翻弄されて、最後そのお金がないってことによって自らね無理心中してしまうっていう実話を例にした映画だったと思いますけども、再現度が凄まじいですね。あれねもういつ見てもねあれはね心が締め付けられますよ。あの事件を忘れちゃいけないなと思いつつ、闇金ドックスパート5をまた今回もねお勧めしたいなと思うばかりでございます。ということでタイトルが闇金ドックス5になりました。あの話はね本当忘れちゃいけない。生活保護ね、なんだろうね本当お金っていうのはお金ごときで人間の命左右されちゃいけないと思うんですけども、現実お金によって人間の命は左右されてるというところも認めざるを得ないのかなと思います。いってらっしゃい。